はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はですね、このギターをピックアップを入れ替えましたので、ちょっと、まあご紹介というかダラダラとおっさんトークをしたいと思います。このアイバニーズの RG550 というジェネシスですね、 RG シリーズのメイドインジャパンバージョンですけども、藤原さんが作ってるやつですね、なんですけども、こちらピックアップ、純正のピックアップがアイバニーズの V7 と V8 っていうやつで、ちょっとですね、パワーが足りないんですよ。で、まあ、以前の紹介動画、ちょっとこちらの方に出しますけども、そちらの時に音がどうもね、ちょっとね、こう、抜けきらないというか、ちょっとあったので、まあ、それでも一生懸命こう調整したり、いろいろやったんですけど、やっぱりまあ、どうしても、もうちょっと私の好きなガツガツした音が出ないということで、思い切って、今回はダンカンの、ブラックウィンターというピックアップを、のネックと、ブリッジですね、フロントとリアの方に、それぞれ入れました。で、音がどれだけ変わるかということを単純にやってみたいと思いますので、今日はですね、まあ、ボスのポケット GT を使ってやってみたいと思います。あれが一番ね、音の、変化が分かりやすいかなと思いますのでね、そちらの方でちょっと、好き放題弾いてみたいと思います。ちょっとしばらくお付き合いください。はい、それでは音をね、出していきたいと思いますけど、ピックアップを入れ替えた時点で一回テストの意味でね、音が聞いているので、すっごい歪むっていうのは分かってるんですが、いきますよ。改めていきたいと思います。ですね、ポケット GT を使っていきますが、ポケット GT の一つ目に入っているハイゲインスタックというやつですね。これがこんな音になりました。すごいこうガーンときましてですね、音が、まあ私がいつも、まあ私の 100% 私のテスト出場だけど、私はこのね、6弦とか5弦とか低音部を刻んだ時のこのザクザクした音が好きなんですね。こういう音ですね。聞いた時に、いや変えてよかったなと思います。本当にね、まあ、今まで V7、V8 っていうのが標準でついてましたけども、あちらではまあある意味そのギラギラ感を抑えたピックアップだったんですけど、上の方を弾いてる時っていうのはね、まあそのギラギラしすぎなくてよかったんですけど、その分低音部がどうしてもちょっとこのなんかモコモコ感があったので、私はどうしてもちょっとそこが苦手なもんですから、こういう風に激しく刻む音が好きです。まあ、ディストーションばっかりだったらね、いつも飽きちゃうので、ちょっとね、じゃあこういったクリーンサウンド、ちょっと大人の音を出してみましょう。どうでしょうか。これぐらいでどうでしょうか。クリーンサウンド、私あんまりクリーンサウンドやらないんですよね。
音が硬いですね。うん、まあもともとそういうピックアップだからしょうがないのかな。これフロントなんですけどね。あ、トーンを絞ってみましょうかね。お、どうかな。まあいいや。まあこのピックアップの実力は激しい音だと思いますので、そうですね、じゃあこれはどうかな。こういう音、クランチですね。いいですね。うん、まあこんな感じですかね。ちょっと絞り気味でね。なかなか気持ちいいですよ。なんか音が、なかなかいいクランチじゃないですかね。ではまあフルトーンにしまして、あとは例えばじゃあこういう音、ハンマーリーの、ハンマーリーってドラゴンフォースでしたっけ、ドラゴンね、のパッチですね。これのリード、すげえな。ちょっと歪みすぎですね。でもまあこんな音でも結構潰れずにいきますね。では、例えばじゃあそれのリードですね。あまり弾いちゃうと引っかかりますかね。大丈夫かな。これガス G ですね。ガス G の音。はい、いかがだったでしょうか。音が結構ザクザクなるでしょう。
やっぱりピックアップでこんなに変わるんですよね。で、これお値段が日本だといくらだろう、13,000〜14,000ぐらいするんじゃないかなと思うんですけど、アメリカで大体ね、$100〜110ぐらいなんですよ、1個。なので、まあ、2つで大体$200ぐらい、大体2万円、日本とはもうちょっとするのかな、3万円ぐらいするのかな、からすると、まあ、その金額でこれだけ音が変わるんであればね、もうすごいね、これはアップグレードだと思ってます。で、まして、この RG でしょ、この RG の550ジェネシスっていうのは、やっぱり日本製のメイドインジャパンのいいギターなので、やっぱりいい音がさせたいなと思うので、ピックアップをついに変えてしまいました。まあ変えてよかったなと思います。まあちょっとクリーントーンはねほとんどやりませんでしたけど、私はどうしても自分のやりたい音楽っていうのはうるさい系の音楽なもんですから、こうザクザクした音楽ですから、私にはあったピックアップだなと思います。まあ、例えばダンカンの SH4 とかですね、あとディマジオのスーパーディストーション、それからエボリューション、そのあたりで歪ませてる場合、あ、それとかのディマジオの、インベーダーですかね、あのあたりで歪ませのる音が好きな方は、多分このですねブラックウィンターというピックアップはお気に入りに気に入られると思います。というのが、こっちの方がもっと歪む気がするんですよね。で、かつ何て言いますかね、ドンシャリというよりも何なんですかね、歪みが、上がる割にイメージです。イメージなんですけど、歪みがね上がってるんですけど、でも中高音も同時にこう上がってますので、全体的に音がねすごく表に出てくる音になります。まあ、音圧があるかっていうとちょっと分かんないんですけど、でも比較的ですね、その立体的な音になってると思います。このいわゆる歪みすぎてこうペラってした音ではないので、まあ、お値段の方もベラボンに高いピックアップではないので、 EMG なんかから比べるとはるかにお安い価格だと思うので、こういうこれしかもパッシブですからね、ブラックウィンターというピックアップも私はおすすめしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それからツイッターの方も始めましたので、またフォローしていただけるとありがたく思います。そちらの方はですね、ツイッターですね、私もちょっと使い方が正直よく分かってなくって、なんかどうでもいいようなことをねボロボロとこうアップしておりますけど、まあライブ告知ってそんなにしょっちゅうやっても多分皆さん見てくださらないかなと思って、私は基本的に週1でも週2でもいいかなと思ってるんですけど、そんなにライブばっかりやってると多分皆さんがね、もういいそんな暇ねえよっていうことで、多分誰も見てくんなくなっちゃうんじゃないかなと思って、今は2週間に1回ですねしておりますけど、もし要望が高ければもっと頻繁にやってもらっていいっすよとか、週1でもいいっすよっていうんであれば、ぜひ週1でやりたいと思いますし、せっかくライブやるんであれば、何かですね一方的なこうライブ配信もいいんですけど、できれば相互通行っていうんですか、こう例えば Zoom のようなアプリだったりとか、ちょっとよく私も何がいいか分かんないんですけど、それで例えば30分ばかしですね、こうオンラインフリーレッスンとかもいいかもしれないじゃないですか。みんなギターをみんな持ち寄って、こういうふうにね、こういうふうこのフレーズはこういう曲だよとかやってみるのも面白いかなと思ったり、いろいろちょっとね考えております。何がいいか分かんないんですけど、まあそんなこともあって、 Twitter はそういう情報配信使いたいと思いますので、本当はねもう少しライブを頻繁にやったら、もうちょっとツイッターも使い勝手が良くなるというか、あの使う意味が良くなってくるんでしょうけど、今はライブの告知って2週間に1回でしょ。2週間に1回しかツイッター書かなかったら多分みんなに忘れられるんじゃないかなと思って、普段どうでもいいくだらないことをいちいち上げておるんですが、まあ、あのなツイッターの使い方正直よく分かっておりません。もしですねツイッターのすごく詳しい方おられましたら、ぜひ教えてください。私もググって勉強したいと思うんですけど、今一つよく分からなくてですね、はい、まあ、その辺も含めてツイッターの方ですね、可愛がっていただけるとありがたく思います。今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。